はい、こんにちは。今回はディープ、やっていきます。今はですね、ちょっと山登りをしてたんですが、呪われた山、あのチャレンジで、これですね、パラグライダーのチャレンジで、トールティースっていうね、違う、トロールティース、っていうチャレンジが未発見だったんですけども、これを発見しましたので、これをやっていこうと思います。はい。で、もうちょっと先が開始地点なんで、そこから。やっていきましょう。で、天候が多分ね、自動の場合変わると思うんで、そこからやっていきましょうか。今ね、テレビでは、録画していた、デビッド・フィンチャー監督のパニックルームの機械版を見てるんですけどね。デビッド・フィンチャーも三大、映画三大フィデビッドのうちの一人、デビッド・フィンチャーも大好きです、はい。ああ、下に行くんだ、これ。これは多分、上昇気流を受けながら下降してるんでしょうね、これは。銅メダルにも近づけませんが、さあ、よし、チェックポイントは通りました。次のチェックポイントも下、上がりすぎないように注意しながら、ちょっと上がりすぎちゃいました。チェックはしました。ここからは上、ここを通って やばい、着地しちゃう。あ失敗しました。まずは下ですね。あ、プレイヤーの人がいますが、あ、待てよ。ここくぐらなきゃ。さあ、下。失敗しましたね。着地しちゃいました。どうやって行ったりかな。スーッと下に行きたいですけどね。この天気が変わって見えづらいので、
下で、もう一つの下、あーっと通り過ぎちゃいました。はい、なかなか難しいね。これはでもない、あーうまくいけない。なかなかうまくいかないですね。これはずっと下に下がっていくのはいいでしょうね。ちょうどこのパラグライダーの、なんて言うんでしょう、これ マストっていうか、はあ、ぶつかっちゃった。なんて言うんだろう、これ。風を受ける部分がね、ちょっと視界を遮ってしまって、なおかつ悪天候なので、コントロールと視界の確保が難しい。ここを上がって、上昇気流をつかみながら少し下がって、オオカミの鳴き声が聞こえました。さあ次のチェックポイントを、浮か、危ない、次も下か、フィニッシュだ。あー、なんかこれ覚えがあるな。ちょっと周りが白すぎて、なんだかわかりませんが、はい、フィニッシュしました。ゴールドメダル取りましたね。割と一発でいけましたね。はい。ああ、ちょっと天気が悪いから環境変えましょうかね。はい。これで、パラグライダーで、メダル取ってない場所は多分ないと思うんで、どうだな、カード、あ、でもこれ取ってますね、シルバー。ここら辺とか、ちょっとね、このハードとかになると相当きついんで、まあ、この銅メダルのところ一回やってみましょうか。はい。あ、ん？ボルか。夜だったら、キャラクターに、コスチュームを着せて、でこのチャレンジをプレイ、このまま行けばどういうコースかな、こっからこう行ってこうなのかな、行ってみましょうか。では開始します。おっと、ちょっとカクついた。
この辺は結構微妙なコントロールをしながら、あーホールド、あーらら、ホールドのメダル持っている、ゴースト、まあ、プレイヤーというか見本ですね、が追い越していきますね。上昇切りを捉えつつ、まっすぐ進んだり降りたり、高さを結構調節しながら、これ上がろうと思うと結構簡単に上がれるんですけど、あ、追い越された。食料とかをね確保しておいて、そこでしばらく待機して、警官なりなんなり来てもらってね、対応、あ、倒れすぎなかった。結構難しい、対応するのを待つ。引っ越してきた初日なんで電話とか設備とかも用意が全然なくて、この中に強盗が来てっていう話ですね。非常にそのカメラワークとか、あとは色、画面の色ですね。それから、ピントの合わせ方とかね、まあ、演技は主演はねジョディ・フォスターですから、でフォレスト・ウィテカーとかね、てか先生が出てます、まあ、その辺は間違いないところなんですけど、あと、あっとちょっとぶれちゃった、俳優でいうとあの人も出てきますね。クリステン・スチュワート、そう、トワイライトシリーズとかのね、クリステン・スチュワートがまだティーンぐらいの頃なのかな、出てますね。あと、若いのにこう俳優味、ジャック・ニコルソンとかね、ああいう、まあ、ホアキン・フェニックスほどではないもの、俳優みたいに出てきたジャレット・レトがね、出てきますね。ジャレット・レトは好きです。特にこう、この俳優を追って、見るというほどではないですけども、好きな俳優の一人ですね。アカデミー賞の時とかね、ジャレット・レトのね、その挑発にこうなんか派手なファッションをしてるっていう
タイルがね、好きですけどね。俳優さんがそのオフの時、撮影外の時に、髪を伸ばしてるのは、まあそれが好きなスタイル、自分のスタイルだからっていうのもあるんでしょうけれども、髪とかね、ヒゲとか、こう授賞式とかの時にすごいもう家ボーボーあーだったり、髪もね、まあ、男の人は特に女優さんは綺麗にしますけどね、男の人は髪は長いし、ヒゲはボーボーだしっていう人が結構いますけども、これはその次の役、次演じる役が決まっている場合はそれに合わせて、髪を伸ばしている、あるいはヒゲを伸ばしている、っていうこともありますし、あるいはそのオフの間もね、その次の役がどうなるかまだ決まってないから、どれぐらいの髪型で、どれぐらいのヒゲの、ヒゲがあるかないか、髪が坊主か長髪かもうわからないので、この辺は自分で調節できる人は調節できしやすいように監督がね、あるいはスタイリストが、決めやすいように、この長髪にしてヒゲも伸ばしている、っていうことを聞きましたね。だから、まあ、日本の、映画に出るタレントさんが、ちょっと待ってよ、日本の俳優さん、映画に出る俳優さん、ドラマに出る俳優さんで、まあテレビでね、番宣で、あるいは映画の宣伝で出るっていう時にはそのドラマのスタイリングに合わせてることが多いですけど、それ以外の完全なオフの時とかは結構こう、まあこだわりがなければ髪をね伸ばしてもほとんどボサボサ、ヒゲもボーボー、そうしておくと、そのどの髪の長さでもいけるし、どのひげの長さでもいけると。なんで、まあ、ビニールアプローチとか、ね、なんだっけ、クリスチャンベールか、とかはやりすぎだと思いますけど、肉体改造までしてね、あるいは松田優作さんが歯を抜いたとかね、芝居、役に対する、アプローチ。役者さんはまあ大変だと思いますけど、日々ね、あーちょっと遅いかな、毎日その新しい役に合わせて
自分をね作り変えていくっていう、まあハリウッド映画の場合はまあ撮影期間がね長かったり、あるいは期間がね拘束期間が決まってるらしいですね。3ヶ月間日焼け、ひげ、髪の毛のね、まあ、その短く切りすぎない、まあ、調節可能にしておくとかね、そういう契約があるみたいですね。で、ああ、それがあって、新しい DC 映画の、スーパーマンの人は何つったっけ、名前忘れてた、ど忘れしちゃった。あの人はそのジャスティスリーグが撮影終わった後、ミッションインポッシブル出たんですけど、ミッションインポッシブルの間にジャスティスリーグの追加撮影が入っちゃったんですね。でその間、ミッションインポッシブルの役に合わせるためにヒゲを取ってしまうことができなかったの。ミッションインポッシブルの何だっけだったの、一番新しいやつですね。結構なヒゲが生えてるんですけど、このまあ、地毛だったんですね、あれね。地毛を剃ることができずに、ジャスティスリーグで撮影に入ってしまったため、その追加撮影をした部分は、地毛がないようにしているらしいです。俳優さんもね、ああ大変ですよね。そのこの間ね、年始かに水曜どうでしょうがやってたんです、見たんですけど、ヨーロッパを、横断するの最後。大泉洋さんが日焼けしたらねまずいっていうんで、日焼けクリームを塗っていたら、日焼け止めクリームを塗っていたら、それが、SPF75 っつったかな、かなり強力なやつで、まあ、日焼けは防げたんだけども顔が真っ白になってしまって、それが面白くて、それでしばらくネタをやるっていうね。最後はミスターと2人でね、ゾンビみたいな顔になって2人で、ゾンビ顔で撮影してましたけど、ちょっとゴールド
ましょうか。気流をつかみながら上昇したりこうしたりしながらスピードを保って、ちょっとね左右に触れすぎです。ギリギリを行こうとしたんですが、越えられません。さあやり直しましょう。ちょっとゴールドを目指していきたいと思います。パラグライダーリスト、違うな、パラグライダーでいいのかな、パラグライドライダー、多分パラグライダーでいいんですね、ね、自分の方向を見失ってしまいました。ああぶつかると思わなかった。ちょっと距離感がいまいちやっぱつかめてないです。テレビではパニックルームが終わって、今ジャッキー・チェンの映画をつけています。ジャッキー・チェンはね、まあ、嫌いじゃないんですけど、ポリオンになればと、それほど好きでもない。ただ偉大さは分かります。今ね、かつてジャッキーがやっていたようなアクション映画はトム・クルーズ以外ではハリウッドでは撮れなくなってしまって、ハリウッドではね、もともと俳優の俳優の役割と、スタントマンの役割っていうのは自分でやって、自分ですごいアクションもして、演技もする、コミカルな演技もこなす、コミカルな演技だけにとどまらないですね、最近はシリアスなのもやってますし、前からね、昔からシリアスな演技もやってます。ジャッキーはね、吹き替えで見たいですけどね、この吹き替えの声優さん、もう日本ではもう固定ですよね、名前までは知らないんですけども、あの方しか吹き替えしないと言っても、ですよね、違う声だと思う。完全に違和感があります。でジャッキー本人の声も、
似てるって言えば似てるんですよね。これはダメでしたね。ゴールドメダルから5秒から10秒差がついてましたね。ちょっと真剣にやりましょう。真剣にやるって言った途端にこれですからね。あまり前後に揺れてたり左右に揺れてたりするとスピードはやっぱ上がらないので、画面の向きはうまく調節してるんですけど、画面の向きっていうかな、視野はうまく調節してるんですけど、ここでちょっと、もうちょっと右に寄っちゃうのかな。いや結構難しいですね。ゴールドメダル取るのはね、結構難しいんですよね。このまま気流に乗っていけるかどうか。ちょっと下げつつ右に寄っておいて、チェックポイント取れなかった。難しいな。ポイントが入りました。ちょっと左右に揺れてしまいました。これがロスのポイント。ここで越えられなかった。操作がこれ簡単なコースなんですね。細かい操作が要求されます。安定して、進みたい方向へ進んで、ここでちょっとね、もうちょっと自分が奥にいるような感じがしてしまって、触れられてない。ちょっとこれはあれかな、自分の
画面の見方が姿勢が悪いからですけど、見にくいのかな。まあ天気が、山の天気がね悪いんで、少し暗くて見づらいっていうんですか、奥行きの認識があんまりうまくできてないです。こっちから行ける、じゃあ行っちゃいましょうね。ここですね、ちょっと下がっておいて、ここで越えていき、上がれない。今日の暇な時に録画していた、あれ？ちょっと待ってくださいね。明らかになんか画面の認識が、ちょっと待って、水を飲みましょう。あの NHK のドキュメンタリーで、ロードレースの、自転車のねロードレースの、ドキュメンタリーですかね、見てたんですけど、あれ？もうちょっとしたな。あ、オリンピック代表になる選手たちの誰が代表に入れるかみたいなね、その、状況を追ったドキュメンタリー番組でしたけど、まあ最近ね、自分に、去年の夏過ぎ、秋ぐらいからですかね、興味を持って自分で自転車に乗るようになったんで、まあロードバイクじゃなくてクロスバイクです、乗るようになったん で興味が湧いてね、見るようになりましたが、いやすごいですね、その電車でまず70キロとか出る上に、そのスピードを自分で出してますからね。2秒差ぐらいですね。ちょっと他のところに来て、天気を変えてあれにしましょう。はい、気分転換をしましょう。レースとかやってるとね、やっぱもう縛られちゃう。ちょっと気晴らし、途中、まあ、衝撃的だったのが、まあ、ベテランのこう海外で活躍してる、自転車の、ね、ロードレースのアスリートの方が、そのまあ、チームでの練習走行中に事故っちゃってね、負傷しちゃうんですけど、70キロでこけたんで、
僕あのバイクのモーターサイクルの方も昔乗ってたんですよ。でまあこけたことも何度かあります。で大きな、まあ、車と衝突したことも正直あります。でその時は大したことはなかったんですけど、まあ、むち打ちぐらいになりましたけど、バイクでこけた時はその山の峠で、通学路に峠があったんで、その峠を前に走ってたんですけど、慣れた道だと思って油断して走っていたら、まあバンク角度がですね、そのカーブが、右にカーブしているんだけども、山の角度、こういう山の角度ありますよね。それで今直近で見えている角度、山の角度は、右側に向かって停車してますよね。でこんなにあの角度はありませんけれども、道路は緩やかに右に上がっていったんですね。要はこう今、パラグライダーで登っているのと同じような状況で、まあ、下り坂だったんです、ね、右に少し傾斜がついている角度を、右側に、ま、こうカーブするようにぐるーっと、回ってて少し急になるんですけど、そこでその左車線を走ってるわけですね、日本だから。左車線を走っているから、本当は右カーブなので、左側からカーブに向けてこうインしていきたいわけですよ、こういう風にね。ところがそのバンクが右にある、要は右上がりにこういう風にこう角度がついている停車を、右に曲がろうとすると、要はあのスピードとコースを間違うと、その外に出よう、要は中央線をはみ出して、走行するような状況がこう物理法則として強く働いてしまうんですね。で割と車体をまあ30度40度ぐらい傾けて、ずっと普通に曲がっていったら中央線を越えそうになっちゃって、あれ変だな、おかしいなと思ったら、中央線を越えそうになって、あどうしたのかな、変だな、ここ何かあるなと思ったときに、ちらっとあの道路の脇に花が手向けられていてですね話の趣が変わってきましたあ、このカーブは危ないカーブ、あそこでこけたんですけど、要は制御が効かなくなって中央線をはみ出しそうになっちゃったので、立て直そうとすると外側に行ってしまうしっていうんで、どうしようもなくなって、フラフラっとしてスピードコントロールが効かなくなって、右倒しにポンと倒れて、スーッとこう、路肩の方まで行ってしまったって感じだったんですね。でその時はまあ呆然として、まあ怪我もなくてですね、別になんてことはなかったんですけど、コントロールがその、難しくなるような道路だったんですよね。で、なんでこの話をしてたかっていうと、自転車で70キロ、75キロ出して転んだっていうんですよ。で自転車のまあプロの
選手はもうその軽量化して服装とかね、ほとんどそのなんていうかな、あれは何素材っていうんだろうね、ジャージとも違うんでしょうけど、まあスポーツ素材のこうピタッとしたスーツを1枚で着て、まあ、ヘルメットはしてますけれども、まあ、ひょっとしたらね首の後ろとかにもね何かつけてるかもしれませんが、膝、ボディとかは全然つけてないわけですよね。要はレースの時にその格好でやるわけですから、練習の時もそうします、ね、でそれで、まあ、膝を負傷して、まあ、だいぶすりむいてましたね。で、肋骨と肩甲骨を骨折したって言ってましたね。まあそのバイクも同じですけども、うまいこけ方をしないと怪我もするんですよね。で電車なんか余計そうで、その身軽な格好をしてバイクだとね、寒ければまあジーパン履いてますし、上はね、まあ、ジャンバーなりランナーに着てますし、学生とはいえね、できるだけ、まあ、寒いんでね、厚着をしているし、で 手は、ね、手袋とかしているんで、靴はね当然履いてるし、でそういう格好でこけてもまあ多少ね、打撲、擦り傷ぐらいはあるので、カーブ走るとき75キロもまあ出してないでしょ、実ね、60出てないと思うんですよ、50、40とかね、それに比べて70キロで、75キロで、ほとんど抜き身で。で前に回転するようにこけても自転車も破損してたんでね、うわーってなりましたね。でそれで、まあ、2ヶ月後には復帰してたっていうのはびっくりしましたけどすごいね。だからいや自分で自転車乗るときもね、まあ、もちろん交通ルールは、守るんですけども、これは当然として、その、まあ、ヘルメットももちろんかぶりますしね、あのスピード車のねその走行スピードより、ね、遅いですけども、大体はでもまあ下り坂だと30キロとかね、移動をその測る、メーターとかもあるんで、それを見てると20、30とか出るんで、まあこれは相当やっぱ危険なんだなと思っていました、うん、だからまあプロでもね、その本当ねちょっとしたことだったんですよ、ま、周りのそのチームメイトがその予期しない動きをしてしまったので、それを避けきれず、コントロールミスとかね、いう感じでこけてたんです。まあライダーズリパブリックではね、まあ多分ねこけても、すぐ再開できるようなスキープと同じだとしたらね、そういう仕様になってると思う。まあ無茶をするのならスキープとかね、ライダーズリパブリックでしましょうっていう感じでね。で自転車あのまあ流行ってますけども、あの流行ってるっていうより定着しつつあるっていう方がいいんでしょうかね。北国ではねこの季節になるともうほとんど乗れないんで、僕はあのまあ一応健康維持とかも兼ねて、室内でその焦げるようにしてますけど、
春になったらねまたすぐに漕ぎ出せるようにね、まあ、気温が上がって路面に雪がなくなったら、ね、今年はあの今のところ積雪ないんですけど北国でもこの地方は今完全に積雪ゼロです。明日、大雪になるらしいんです。それが恐ろしいです。ドカ雪ってよく言うんですけど、まあそのすごい猛吹雪とか、大嵐とかそういうイメージじゃなくてですね、まあ夜中に降るとしたらそのずっとに、ね、見てるわけにいかないですから積雪状況もうあの、まあ、雨がずっと降り続けるのと同じですけどずっとね一定量一定異常量ずっと降り続けるんですよ。でそうすると朝見てみるともうドカッと降り積もってるね。それがドカ雪ですね。はい、まあ明日はどうなるでしょうかね。ドカ雪はちょっとね勘弁してほしいですが、ゆっくりゆっくり少しずつねあの、普段通りぐらいに積もってくれる分にはいいんですが、ドカ雪はちょっと勘弁してほしいです。はい、じゃあ今回は、これぐらいにしておきます。また次回、気晴らしにねご覧になってください。はい、そんじゃあまた。